太陽がゆっくりと目を閉じる頃、見えないふりをしてきた気持ちが目を覚ます。同じ夜は二度来ない。この闇に隠れて君のことを思い出すと、動揺したような心臓の音は子守歌には向かないから、せめて優しい沈黙に包まれていたい。そしてその声に出せない心の扉を苦しくも優しく開くための50分。人畜無害の仮面を外し、一人では長すぎる夜を過ごす、あなたのお供をするのはこの私、シンガーソングライターのシギです。今夜も始まりましたシギのインターネットラジオ、一人では長すぎる夜。お弁当箱が欲しいシンガーソングライターのシギです。部屋がうまく機能していない翔平です。ペンネーム高橋さんからいただきましたシギさんこんばんは、元気でやってますか。はい、翔平さんもこんばんは、元気でやってくだされ。なんかさて、何でもシギさんは今頃マツケンサンバに夢中だとか、何があったのでしょうか。それではまたごきげんよう。マツケンサンバね。マツケンすごくない？あの曲すごい頭から離れなくなっちゃって。あれか、ポン、うん、あのね、何をしててもずっとここから流れてくるの、はい、あんがこいつよから全部ずっとあんがから入ってくるで、うん、なんかこう話しかけられて、はい、オッケーっていうのも俺に感じてくるの、だんだん。病気じゃん病病、うん、あ、そうだ、さっき一人で車の中でずっとあ、そうだって言ったら怒らなくて済んだことを発見した。渋滞してたから。そう、だいたい怒ってる時に、うん、怒った後に言ったら怒らなくなった。なんだあいつふざけんなよって思った時に、うん、それするかね、あ、それって言ったら全然怒りが吹っ飛んでった。あ、それって言えばいいんだと思って。一人で、うん、一人で。そうやってさ、うん、たまにこう都会の中にいるさ、うん、独り言をずっと言ってる人ってそういう感じなのかな。いろんなこう自分のメンタルを安定させるためのなんかワードキーワードがあって、それをすべてこうやり続けてるとずっと独り言になっちゃうのかな。大体ああいう人って怒ってるよね。怒ってる、なんか文句言ってるよね。怒ってる。でもいきなりニコニコしたりするよね。そうなの、うん、不安定じゃん。まあ不安定だな。そっか、じゃあ私も、うん、あれルームミラー越しに見られてたらやばいね。まあそうだね。すごい怒った顔の後に結構ニコニコしな顔してんのもね、うん、一人でね。この間ねルームミラー見た時にね、女の人がすごい真顔でピースしてて、なんかこうやって、おお、前にすごい気まずい突き出す感じで、そうそうそう、乗ってたんだと思うけど、なんでピースで乗ってんだろう。相当だね、うん、車の中のそのみんなあれ見られてるから気をつけて。無防備だよね。ほんとね、みんな気抜きすぎ、私をはじめ。そうね。うん。うん。あとは、はい、ラジオネームゆめかさん。はい。しぎさん、しょうへいさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いてます。来月はしぎさんのお誕生日&ワンマンライブですね。久しぶりのライブ楽しみにしてます。先日ラジオで結婚の話をされていましたが、私は今年から彼と同棲を始めました。あら、
この間同棲後初めての喧嘩をしてしまいました。あら、共働きなのに私が家事のすべてをやっていて、それがストレスになったためです。あ、ですがそのおかげで話し合うことができ、彼も悪気がなかったようなので役割分担して、これからは2人で家事をやっていくことになりました。あら、私も何も言わないでいきなり爆発してしまい反省しましたが、他人同士が暮らすのは大変だなと感じました。あら、もともと料理が好きではなかったので、自分の不得意なことなどしっかり伝えることが大事だなと思いました。シギさんのブログを見ていると、美味しそうな料理がたくさん出てくるので、音楽もできて料理も上手だなんて尊敬します。私は何でも不器用で、特に料理はほとんど失敗してしまうので、うまくできるコツを教えてほしいです。レシピ通りにやってみるといいと思います。なんで私に聞いてるのに翔平が答えたんだよ。いや、なんかすぐ出てきちゃった。これすごくない？何？小指から皮が出てるの。ピャーッ。鳥な？やだ。で、あなた答えなさい。同じだよ。この間テレビで、うん、料理が苦手な子というのは余計なアレンジをするからなんですよって言ってたのを聞いてました。で、私はアレンジは滅多にしないんですよ。そう、しない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 。そう、するとしても、うん、これはもう絶対に絶対に相性のいいものだなって想像がつくものしか足さない。例えば、うん、バターと醤油だとするでしょ。バター醤油だとするじゃん。バターなんつった。バター醤油。あ、バター醤油ね、うんうん、バター醤油だけって書いてあった時に、ニンニク入れよとか絶対間違いないじゃん。ニンニク入れたらそういうこう、あ、これは間違いないっていうのしか手を出さないですね。ニンニクが正解だと。大体ね、ニンニクと生姜が入ってるのは大体美味しいんだ。うん、そう、大体美味しいね。人のレシピを忠実にやってるだけ、うん、だから私はあまり上手だと思ってないですね。だから本当にすごい人ってさ、うん、試作とかこう、うん、料理屋さんに行って美味しかったものを自分でやろうとするじゃない。あ、家で、はい、ああいうレシピ作る人はすごい、それが上手な人なのかなって思うんですけど、うん、私はもう単純に食べたいものを作りたい人なんで、うん、だからあんま工夫し、あ、怒っちゃった。え、小指の皮が拾ってね。やだ。だからこう食べたいものしか作らないから、工夫したり変わってるものは食べない。あのカフェのさ、やつやる人とかいるじゃない、うん、ああいうの別に全然食べたいと思わないから作らない。見た目はいいかもしれないけど。ね、だから本当、生姜焼きとかさ、ね、豚汁とか、うん、ハンバーグとか、うん、ああいうもう本当そういうのが好きだから、単純なものを食べたいから作るって感じ。ベーシックですね。そう、そこはね、結構男受けするんじゃないかとね、うん、自負してますよ私。男受け、うん、まあその受けを狙ってるっていうよりも、なんかこだわってない、こだわりがない。あ、そう。普通のもの作り食べたいから。男の人も結構そう言うじゃん、なんか凝ってなくていいんだよ、普通でいいんだよって。逆の立場からしてもそうじゃないの。私どっちもそう。え、女でも男でも。あ、そう、うん、食べたいのだけ食べたい。凝ってなくていいよね。いい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 。だからね、普通のものを作る、簡単に作れるレシピっていろんな人が今あげてくれてるから、その通りに作って、うん、味見した時に、あ、ちょっと味が薄いなとかだけちょっと足すっていう感覚でいいかなと思いますよ。うん、なんだよ。うん、だから、はい、結構いいかもね。いいかもね、うん、料理は好きだから、うん、
いいんじゃない。まあでも一緒に住むとなると大変か。友達もね、うん、彼氏がいて全然一緒に暮らすの想像できないとか言ってたんだけど。あ、そう、うん、まあでもいやできるよって言ったんだよね、うん、なんでかってさ、家族だって他人みたいなもんじゃん、うん、マジ異物じゃないけどさ、自分じゃない、自分じゃないでしょ、自分じゃないものと暮らしてるんだから、はい、自分じゃないものと暮らしてる自分じゃない人と暮らしてるんだから、そう、ね、大丈夫だよって。そんなね、うん、ただあれ察してちゃんにはならないようにしないとなっていう。ああ、察してちゃんって何、察してほしいって。そう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 、私は今察してほしい。なんかちょっとさ言い方がトゲがあるけど、そのどうしてほしいかは言わないみたいな、ニュアンスだけで感じ取ってみたいな。 あの女の人のさ、はい、なんで怒ってるかもうわからないのみたいな、あるじゃん。 あんまり食らったことないけど、でもそう言われたらそう、わかんないって言っちゃう。そうで、わかんないって言うと、うん、なんでわかんないの、わかんないし、わかんねえよって感じだって自分じゃないもん、うん、本当にわかんないからね、うん、やっぱそれはね、自分の意思をちゃんと伝えないとね、親しい人と。それはそう思いますよ、私。その通りだね、うん、なんだよ、なんかある？ないかな。オリジナルで作ろうとしたいとか、当てずっぽでやろうとしない方がいいよね。うん、うん、そう、絶対にレシピからは離れないように作った方がいいよね。うんうんうん、そうだね。だってあれだもんね、車のナビだってさ、うん、わざわざ教えてくれてるのにずっと違う道でばっかり行かないもんね。そうだね、たまにちょっと違うとこ行こうかなと思ったりはするけどさ、っていう感じ。でもあれだね、お、そのいきなり喧嘩しちゃうのとかもさ含めてさ、ちょっとなんかこう軽くのろけられた気分になってるのは僕だけかな。え、そう？いや別にいいんだけど、全然いいんだけど、いやなんか聞いてて、うん、なんかいろいろ大変ですっていう感じ、大変だなっていう感じじゃん、うん、あの文章を読む感じではさ、うん、大変だけど、まあいろいろあってとかっていう感じだったじゃない、うん、ずっと聞いててなんかこう、いやいいねって喧嘩したけど、うん、うまくいきましたっていうのか、なんかいいねって思う、うん、いいじゃない、いいじゃないかって思っちゃったね。いいじゃない、いいじゃない、いいそれでいいじゃない、それ何なの、じゃない、いいじゃない、いいじゃない、よくやるよね。なんだっけこれ、これなんだっけ、それでいいじゃない、ちょっとググってみるわ。いいじゃない、あ、すごい、いいじゃなって歌だけで、うん、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃないって出てきたググってる人は他にもいる。そんなこの人、あと1分で次のコーナー、ポンキッキだった。あ、ポンキッキね、ポンキッキね。じゃないってタイトルなんだ、うん、じゃない、うん、いいじゃない、いいじゃないなのにタイトルはじゃないなんだ。またシュールだね。おじさん、あ、それはい、それで何が、何がどうしたの？いやちょっと今日はなんだこのほのぼのしてるんだろうなと思って。なんかさ目がいつもの半分ぐらいしかないよ。メガネかけてっからな。その一言で終わった。
それでは今週の心に残った出来事報告会。昨日はメルチの誕生日でした。おめでとう。7歳ん7歳7歳あ7歳ってのはどうなんだい。結構ダンディーじゃない。ダンディーダンディーな68歳だクソじじじじゃん。うるさいな、そういうこと言わないで、よく言って。本当に 68? うん。全然そんな風に見えないな。バタ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 うるさいのに。まだ元気ですよ。おめでとう。68ってもう。もう7年だから、私が23歳の時からかっていうのね。あ、そう。うん、あ、そう。あ、そうれ。思いついちゃった。メルの誕生日でした。すごいね。そうでしょ。もうすごくて食欲が。すごいね。うん。エサクレおじさんだよ。エサクレおじさんっていうおじさんがいるのかな。ちょっと地方になってんのかな。ずっとエサクレエサクレ。ちょっと地方になると、地方とかあるの？わかんない。どうなんだろう。どうでしょうね。あるんじゃない？あるの？うん。まあでも元気だから、このまま元気に長生きしてぽっくりいけたらいいよね。ぽっくり、うん、そう、苦しい病気にならずにね。まあそうだけど、うん、ちょっとどうしたの。いや、あえて言わずに。え、何、なんかそういうのくっついてんの。ドキドキして聞いてたんだけど。は？ん？何が、なんでこう話が全然噛み合わないんだ。何がドキドキしてたの。じゃあ、そのね、ぽっくりいけたらいいよねってあなたがさらっと言ったから。びっくりした。そのね、うん、メルちゃんがね、うん、そうなることをね、うん、すごいオブラートに包んで、あ、これは 言わない方がいいんだなって思いながら、こう、うん、でもそうなったらどうなるのかなってドキドキしてたわけよ。なんだよ、私顔に何かついてるのかと思ってた。うん、でもその前にマイクから明らかに離れた場所で話さないでほしいなってずっと思ってる。ボソボソ言うくせに。ボソボソは言っていない。ボソボソ言っていない。髪もボサボサしてるのに。髪切りたいのよ。長いね。そう、伸びたんじゃない。伸びたです。メガネしてるしね。伸びたです。いや、ほんと切りたいんだけど ね、長いのよ。なんでそんな伸びたの。時間が経ったからね。普通に、うん、ちょっとでもね、ここまで行くとちょっとくるんってしちゃってんじゃん。いや、もちろん元々、ね、遊び出してるよ。もともとね、毛先が勝手に。もともとね、うん、そういう天然のパーマメントを持ってる人だから。だからパシフィックオーシャン。どうしたの。なんでなんで天然のね、パーマに、うん、全然関係ないじゃん。海じゃん。感じたってことだよ、海を。あ、そう、うん、天然のパームメントによって。そう、何やってんだこいつは。今週の出来事、メルの誕生日と、私が言いたいことは、お弁当箱が欲しいぐらいかな。あんたずっと言っとるやねんの。ずっと言っとるじゃないの。買えや。え？どう、ずっと言ってるじゃないの。買えや。違うの、こだわりがあるの。今もお弁当持ってるんだけど、お弁当箱もうプラスチックはいらない、うん、プラスチックのあのコキッコキッっていうような素材はもう飽きたんだ。あれは求めてない。あのプラスチックっていうか、よくある、そう、なんつうの、カクン、カチャッ、あの小学生が使ってるやつか。そうそう、まあ、あ、いいそうだよ、うん、あれはもういいの、もう嫌なの。何がいいの。木のやつ、木のお弁当箱が欲しいです。木のお弁当箱って湿気が
生えるから、うん、ご飯が冷めても硬くならないんだって。ああ。じゃあすぐ悪くなっちゃうね。そういう時。ああいいな、わっぱ。わっぱ？うん。子供？わっぱっていうのかな。曲げわっぱ？うん。うわあのこの間ね。うん。なんでそれ昔から私結構木のスプーンとか木の器が好きじゃない。はあ。あの熊の本を見た時からその憧れがあるんだけど。何それ熊の本って。熊が女の子か男の子が、うん、森に迷ってお家が木のログハウスを見つけてその中に入ったら、うん、熊が住んでた。やばいじゃん。で、あでも住んでたんだけど会わなかったんだよね。あ出くわさなかった。でログハウスの中に入ったら木の器の中にコーンスープが入ってて、うん、食べ残したこと？もうこんなそれを飲んで、うん、美味しいわと思って。ダメでしょ人んちでしょ。で確か布団の中に入って、うん、あったかくて寝ちゃったら、いやいやいや、クマが帰ってきた。おかしいでしょすごい記憶が曖昧だから全然違う物語になってるかも。私の中ではそんな物語だった完全にだってさ入っちゃいけないとこ入ってさそこにあるご飯、うん、スープ勝手に飲んでさ、うん、勝手に飲んでっていうかさ飲まないよね。それを見てわーいいなーって思ったまあこういう僕の月並みなツッコミも、うん、ちょっとなんか今言っててちょっとショック傷ついた。なんで？なんか月並みだなと思って自分が自分に、うん、なんか今もへこまないでよ一人でなんかいやいやそれ不法侵入じゃんみたいな感じの。あなるほどね、うん、本当にね言いながらね逆に自分がこれ見てたり聞いてたりしてたらどうだろうなと思った時にうるせえと思った俺はこれでいいのか、うん、いや自問自答もするす間もなくするす、うん、するすじゃなくて、うん、せずにこう自分で今ただ傷ついたあ、面白くない人だったんだ。人って厄介ですね。そうですね、うん、まあそれでそれを見てからですよ木への憧れは。木への憧れ木の食器だよね。そうです、うん、だから木のお机とかも好きです、うん、お家の机も木ですし、うん、だからいずれは木のスプーンで木の器でコーンスープを飲んでみたいと思います。でも割とすぐ叶うと思います。それがですね、うん、もう10年、まあ、下手したら20年以上叶ってないんです。いや3000ぐらいで叶っちゃうんですよ全部、うんうん、なんで叶わないんでしょうか、うん、なんか買いに行くときにそこに意識が回らないじゃない。違うんです。何？いいなと思って終わるからなんです。え？買ってください。買えない買えや、買えるだろなんで買わないんだろう。あ、もったいぶってんのかもね。もったいぶってんの？今じゃない、今じゃない、今じゃないタイミング今じゃないっていつなんですそうそうそう。だからそれでこの間そういうね熊への木への憧れなどね。熊への憧れ、熊への木の憧れってどういうこと？木の熊の木じゃ完全に木彫りの熊になっちゃうねそうだね、うん、鮭取ってるやつ、鮭取ってるやつだよね。そんな木への憧れを持っていたのよ、うん、幼い頃、うん、それでこの間、うん、ああその時の自分を思い出した。あ、それが、うん、好きだったな。木彫りの熊。木彫りの熊。完全に変わっちゃってるじゃん。記憶。そう、それをね、うん。やっぱりさ、自分がこう何か道徳とか教養とか、うん、いろんな知識を得る前に、うん、いいなって思うものって覚えておくといい。え？はい、はい、覚えておくといい。いきなり諭された、いきなり諭された感じがして今びっくりした。覚えておくといい。あ、はいって、なんかこうつながるんだよ。つながる、うん、そう。それでね、
はい、いい暮らしをしてる人の雑誌を読んでたんだけど、はいはい、その時にその熊の時の自分を言い方がもうなんか紛らわしいよね。そうだね、熊の時の自分を熊の時熊だったんだ。うん、しかも木彫りのそう木彫りの熊だった時の自分を思い出したね、うん、思い出したあ木だったな全然身動き取れねえやって身動き取れないずっと鮭取った取りっぱなしだからね食わしてくれって鮭買ってって、ね、鮭も木だからね、うん、そうそうだねって思ってさ、うん、あのなんだっけあそこでね書いてあったのが、うん、その女性だったんだけど女性の生活のこだわりは、うん、土に帰ってくるあ土に帰っていく物選びをしたいって言っててその言葉にすごい感銘を受けた、うん、あいい考えだなと思って、うん、だから我々も結局さ燃やされるにしろ土に埋められるにしろ、うん、帰ってくわけじゃん、うんだからこう生活で使うものもそういう木とか土とかねそういうものを使いたいと言ってそういうことねそれで思い出したのよああそういえば私クマだったなってクマだったと思い出したのあの時はずっと置かれてたんですよね今にってはあそんなことを感じたよ そりゃ全然伝わってなかったような気がするけどとりあえずだから一番最後に言ってたことが言いたかったことだねそうもうすごい脇道にそれたすごいねもう別のクマになっちゃってたもん、うん、逆に言ったらもう脇道っていうかメインの話が全く関係ない話をしててなんか思いついたことが一番言いたかったことだったみたいな感じになっちゃったねいやいいんだよだから子どもの好きなところは覚えときなさい。はい、子供の好きなところ全然言ってない。うん、手とか。あなた何があった？え？今週は。やべえ、そういうその話だったっけ？そうですよ。全然わけわかんない話になって。私雑誌見た話したんですか？雑誌見た話だったんだ。木彫りの熊、木彫りの熊のことこんだけ話しといて何の話だったの？やばい、これは。しかもあれか木彫りの熊でもないか木彫りの熊はいきなり言っただけかあれだね木のスプーンから始まっての話だったねそう木のスプーンが好きだっていう、うん、そうかねそうかね、うん、そうだね、うん、何だったのいや部屋がね片付いてないんですよ、うんうん、ちょうどいいじゃんえ私暮らしのことを考えてるから考えてても私の部屋は片付かない ちょうど君も生活のことを考えてたあそう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 。だからなんかあのいやなんていうんだこう自分が自宅に帰ってきて、うん、そのまあいろんなことをするじゃない、はい、それをするのに、うん、すごくしやすい部屋になってるかなって言われると、うん、そんなことないなって思ってうん、どうやったらじゃあいいかねあまたそういうやつ次のコーナーそうだどうやったら、うん、自分のその作業だったりとかねなんかいろんなことがしやすくなるのかなって今日まで思って生きてきました翔平さんはさ、うん、木のスプーンとか好きじゃないのん嫌いじゃないよなんかこうこだわりとかあるんですか生活のそんなに言うほどないなでも安物買いはあんましたくないねうーんあの別にいっぱい多い高いものを買おうってわけじゃなくてうーん安くてちっちゃいものもたくさん買ったら何万円にもなるじゃない気がついたらいらない棚とかさ、ね、壊れてまた買っちゃうとかねそうそうそう全部考えたらそうじゃん、うんね、100円100均行ったらなんかなんでそんな買ったんだろうみたいなとかあるじゃないもう時間です、ね、100均でえ
私はないよ、私はないけど、そういうタイミングってなきにしもあらずじゃない、うん、ね、あ意外とこれもいいかもとかね、あれ使っとくとか、うん、これの代用でとかね。100均ってすごいからね。いや100均ってすごいんだけど、やっぱりこうクオリティは100円均一じゃない、うん、うん、ね、うん、そういう感じ。うーん、うわ全然僕も言い切ってないし、時間も来ちゃったし、どうしよう。今日なんか翔平さん反省会だね、一人で。なんでよ、さっきから反省してない？反省なんかしてないよ。なんか目半分だしさ。だから眼鏡だからね。そう、目悪いんだよ。目眼鏡かけると目半分になるの？ん？なんか目がボケてるみたいな目になってる。そんな、ね、弁蔵さんみたいな弁蔵さんとか、なんか伸びたから眼鏡取った時のあのこう三みたいになってるやつ。そうそうそう、三みたいになってる。なんかね、目が平凡な目してる。いや平凡だけど、キリッとしてないよ。どうしたの？でもちょっと確かに乾燥してるのかな。乾燥かな、ちょっとなんか花粉なんか軽く重い。重いんだ。ずっと目がなんか半分になってるなって思ってたからさ。うん、次のコーナー行きましょう。あ、はい、仮面の告白。現在のトークテーマは、人生が二度あったら。人生は一度きりだと分かっているからこそ、もう一回会ったらどんな生き方をしたいのか、あなたの心の中に隠されたお話をぜひ告白してください。ラジオネームポンタさんからいただきました。初めてお便りを書きます。人生が二度あったら、ものすごい出世街道といいますか、政治家とかドロドロっとした世界に足を踏み込んでみたいです。この人生ではいろんなことを恐れて平凡さを求めすぎてしまったなぁと思う節があります。そんな人間なので、もう一度人生があったら、今度はもっとバイタリティのある我が道を行くような困難な道を歩いてみたいと思います。その方が主人公っぽくてかっこいいじゃないですかと思いました。まだまだ寒い日が続きますが、お体ご自愛ください。寒いですね。寒いのから、寒いから鼻水が出るのか、花粉症だから鼻水が出るのか、どっちもです。もう最近、すいません、30秒だけ話をそらせてください、うん、もうね、鼻水がね、うん、寝る時も出るの、うん、だから本当に辛くて、右も左もティッシュを鼻に詰め込んだまま寝てるの。だから鼻にティッシュが詰まってるし、目は汁で塞がってるし、顔は緑色だし緑色って何？あの、塗り物してるから顔に。わさび？そうわさび塗ってるから。でしかもさ、目閉じてるテープが黄色だから。あ、結構カラフルだね。そう、黄色いテープこうやって貼って、緑色の顔で、うん、鼻、両鼻にティッシュ詰まってマスクしてる。死んじゃうんじゃない大丈夫だぞ。やばいよね。窒息でしょ穴という穴を、うん、穴という穴をね。次、耳栓とかして、そしたら、あいち、うん、それで、すいませんね。あ、ごめんなさい、ずれました、あ、うん、それました。はい、どっちにもよかったね政治家とかドロッとした世界に。いや、やめた方がいいと思うよ。どうですか、憧れはありますか？ないね。だってあれだよ、もうあんた今だって、もうテレビのさ、うん、学校の大変じゃない、うん、学校の問題 ね、あれとか。私あんまりテレビ見ないから全然分かってないけど学校のあれとかって、森友学園うんうん、大阪のね、やり合いじゃん、完全に、うん、完全にやり合いになってるよね。もうワイドショーウハウハだよ ね、あれはすごいじゃん、うん、だってもう、あの、ずっとこう、あとこういきなりこうたくさんお金の入ってる封筒をこうやって、ほら、これこれこれ、どうぞどうぞって
あお金はそんなね、何もしてないのにお金はもらっちゃいけないんです、きっと。だからいけないのかな、どうなの。なんかでも価値観が崩壊するよね。うん、そんなのないもん ね、 ね、うん、多分さ、なんかさ、当たり前にそんなどうぞどうぞって言われてさ、さっと渡したお金が10万円とかさ、うん、いいのいいのとかっていうレベルで、多分ちょっとジュースを買うぐらいのノリじゃんそれ。うん、やばいよね。ただこうね、その人たちは稼いでる、懐に入ってる金の量が我々と違うから、うん、だと普通なんだろうね。だとしてもさ、そのどうぞどうぞってそのノリで、まあ、そんな話ではないけどね、うん、そんな話そんな話ではないけど、うん、まあ大変だよ、大変だよね。あ、でも政治家にとかドロドロなとこに入ってみたいって言うけど、もうやめた方がいいよ。あれじゃん、女の人だって危ないよ、超強そうじゃん、攻撃力しかない。攻撃力高すぎるでしょ女性政治家の。怖いよ、すごいよね、恐怖で恐怖、もう抱けないよん怒られちゃう、そんなこと言ったら、怒られちゃう失礼なって思われて、いや、あのすごい強くてね、怖い、うん、恐れ多い、うん、そんな抱くなんてあんま感じない、え、女性として。いや女性だと思うけど、普通に見て、あの付き合える、付き合えるとかっていうか、多分怒られるね怒られる怒られるのが嫌だから、うん、壇上にも上がらないと思う。結構あれだよね、あと、もうそもそも選ばれない、結構気合いいるよね。いや相当いるでしょ、うん、世界が違うもんね、住んでる、すごいよな、ね、私は結構憧れますよ、政治家かっこいいなって思うもん、政治家、ああいう、うん、女性とかでさ、うん、すごいバキバキな人たちとか、まあね、すごいな、バッシングされ続けるからね、うん、あらゆる方面、そのそいつらは敵、まあ、支持者は味方なわけじゃない、その2つの世界しかないっていうのがすごいね、いいなと思うね、わかりやすい、うん、そう、ちょっと燃えるよね、そう、うん、そう、怖いわ、なんかふわっとしてるよりわかりやすくてよくない。え、だってもう僕なんかあの演説をしてる時にこうなんか帰れ帰れとかで後ろで言われたらもう本当になんか帰っちゃうかもしれないあ、そうっすか、はい、じゃあ今日は、え、それは怒って、ん、怒って帰っちゃう、いや、ショック受けてる、うん、帰れって言われたハートが、ハートが繊細、うん、ガラスイカガラスイカ、ね、そっか、だからさ、うん、例えば政治家になれたとして、うん、どんなことしたい、政治家になれたら、いやそれはもうあれでしょ、公約、お金持ちでしょ、いや、あ、公約そう公約、うん、公約ね、公約何がいいかな、もっとでもね、うん、いやこれ普通にね、うん、すごくいい芸術を作ってる人はもうちょっとね行政から評価されてほしい、あ、単純に、あ、なんか賞状あげますとかじゃなくて、うん、なんか もっといろいろやってほしいな、うん、国がバックアップするイベントがもっと増えてもいいなと思うし、お、じゃあさ、例えば、うん、1ヶ月に1回、うん、発明品をお披露目する会を国会でやって、うん、でそれを政治家の人が見て、うん、これは手を使わないでも一瞬で髪が乾かせるドライヤーですってなって、そしたら、いや私がずっと欲しい商品で、それを、まあ、いろんな人がいるじゃん、自民党の誰とかさ、はい、民進党の誰とか、その中で
これはすごいって思った人は、うん、はいって言った、うん、私が援助しますって言って援助してあげるっていう会、個人的なやつね。そう、個人的に援助してくれる、発表会をする。それはいい、ね、それをテレビの前でみんなも見て、よかったねよかったね、いとこもみたいな、頑張っていとこもんがなんか今後様がいらっしゃったみたいなでやって、みんなでものづくりを応援する会を開く。でもそういうのいいよね。平和だね。平和だしさ、その平和だしさっていうか、なんかもっとなんだろう、自由度が高いような雰囲気になってほしいよね。うん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 、雰囲気で、雰囲気あくまで、うん、なんか実際は違うじゃん、いろいろいろんなしがらみあるけど、なんかねそういうのあってもいいんじゃないかと思うね。じゃあ私は、うん、働きたい人だけが働ける世の中にする。どういうことだ。働きたくない人は働かなくていい。そんなもんすぐ働かないけど僕って思うけど、うん、案外人って働かないって結構きついと思うんだよね。そうなの。うん、そんな気がするよ。ちょっとはさ、なんかの役に立ってたいとか思ったりするじゃん。まあそうか、うん、役に立ってたい。自分が生きてることがなんか誰の役にも立たないって考えちゃったらちょっと落ち込んできちゃうかも。うん、だからこう、ね、うん、ありがとうとか言われると、すごいちっちゃいことでいいんだけど、うん、ありがとうとか言われると嬉しいし、うん、本当はね全然そんなことないんだけどね、うん、そう思っちゃうとそっちにはまっちゃうんだよね。そうなんだよね、思っちゃうんだよね。なんか働かなきゃいけないって思うから働くのが楽しくないのかなって思っちゃうの。あ、それはすごいあるね。うん、すごいあるよ。それは僕がどうこうとかじゃなくて、多分それもう全体的にそういうのはあると思う。みんながそういうものだって思ってるじゃん、うん、働いてお金を作らなきゃいけないって。だからそもそもその概念を壊しちゃったらどうかなと思って、うん、いいよ働かない人は働かなくて、うん、でもお金は支給してあげる。支給してくれるの。うん、超最低限のお金、生活費。マジで。うん、大変じゃん。いい、それは働いてる人とかがのお金で、あ、が回ってくる。働いてる人のお金でが回ってくる。大変な世の中になってきます。それかそれか、はい、働いてる人も働いてない人もすごい最低限の生活ができるお金は支給されるの、はあ、毎月、はいはい、その代わり年金とかは廃止します。将来のことはお前らが考えて何とかしろ。ただ今の生活費は最低限保障してあげる。だからそれプラスもっといい生活がしたいとか、こんな仕事をしたいっていう人がいたら働いてください。働きたくない人はまあ最低限の生活だけして過ごしてください。すごい自由じゃん。そう、それぐらい自由になったらみんななんかやかみとかさ、働きたくなくて自殺しちゃう人とかさ、そうね、過労死する人とかもさ、うん、いなくなるかな。いなくなるかもね、うん、いなくなるかもしれないね、うん、もっとそういうシンプルにすごい子供みたいな話だけどね、本当そうだったらいいのにな、の世界だよね、うん、そうだね、うん、なんかみんなが好きにできればいいんだけど、本当はね、うん、本当はそうなんだよな、うん、でもそうもいかないけど、ああそうそうもいかないかもしれないけど、もう私の好きな経済学の人は言ってたよ、はい、そうかもしれない、そうもいかないっていう感じで終わらせるんじゃなくて、そうするためには自分はどうしたらいいかっていうのを考えていきたいって。そうだね、うん、それが一番大事だよね、本当に。個人単位だったらね、うん、
個人単位の人生だったら変えられるかもしれない。おしまい。自分の自分次第で。確かに。ああだからまあそう、私の知り合いも政治家いますよ。え、何人か。やっぱそれはね、いきなり言われるみたいね。今日から知り合いとかから政治家だよって出てみない、出てみないかみたいな、え立候補してみないかみたいな。そうなんだ。うん、そんな感じらしい。で立候補して運動して受かったんだって。だから分かんない、ポンちゃんももしかしたらポンちゃん来世と言わず今世で、今世で、今世で、やめた方がいいよ。今世で政治家でドロドロドロとした問題を出して、めんどくさいよ、大変な人生になってください。やめなやめな、のび太くんみたいな生き方で頑張ろう。宗教行けばいいじゃん。宗教、じゃあ、え、宗教、政治家じゃなくて信仰宗教、ね、ポンちゃん違うよ、ぐうたら教だよ。うわうわ、忘れてた頃にあの勧誘、勧誘誰も書いてくれないから、 T シャツとかトレーナーにこう、うん、グータラって書いてあって、超いいじゃん、よろしくお願いしますって。それちょっとさ、グッズ化しようよ。グータラ教のグータラ教グッズ、意外と売れちゃった、どうしよう。欲しい、いいんだって思えそう。だっていいんだ、グータラ教なんだもんって思えるかもよ。堕落しきってんじゃん堕落しきってんじゃねえかすごい言い訳にしてんのそうだよ、そうかね、うん、それちょっと考えよう。まあ、うん、作りたかったら作るよ。うん、ちょっと後で企画書を提出します。はい、お願いします。終わってたんだもん。そんなこんなで、このコーナーでは皆さんからのお便りを募集します。仮面の告白のトークテーマは人生が二度あったら、人生は一度きりだと分かっているからこそ、もう一回あったらどんな生き方をしたいのか、あなたの心の中に隠されたお話をぜひ告白してください。普通のお便りも募集してます。メールアドレスは info@shigi.net まで、たくさんのお便りをお待ちしております。ということで今回のラジオももうお別れの時間でございました。さよなら、さよなら、さよなら。あの次回も楽しみにしていてください。はい、それではまた来週、またね。Thank you.